スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、株式会社ディリアルのブランディングプロデューサー安藤隆二です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールサンでブランディングプロデューサーを務める安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さあ梅雨の季節ということで、この時期になるとなんとなく体がだるい、肩が凝るといった梅雨だるという方も多いそうですね。そんな時は体を温めることが良いということです。梅雨だるには気をつけて今月も頑張っていきましょう。ということで安藤隆二がお送りする今回のブランドプロミス、番組前半ではこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していき、そして番組後半では地域を元気にするゲストを迎えしていきます。会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどを発信していきます。39回目のゲストは名古屋、金沢、仙台、岐阜、東京でライフスタイルショップを6店舗展開するリアルスタイル株式会社の鶴田博さんをお迎えしています。その熱い思いに迫っていきますのでよろしくお願いいたします。安藤隆二のブランドプロミス。マイクロナノバブルのシャワーヘッドは節水効果だけでなく洗浄、温浴、保湿作用があり全身で感じる美顔器とさえ言われています。私たちは真鍮加工をベースに培った特許技術で世界に通じるそんなシャワーヘッドを生み出しました。医療、農業、水産、美容、食品加工、その他あらゆる分野でその技が光ります。田中金属製作所。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。この番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で使った中小企業でもできるブランディング術を発信していきます。さてこの最近1ヶ月というとですね、いやなんかね、本当今年は4月に入ってから講演がね非常に多くなりましたね。とまあ昨年もね講演講義企業内っていうのも含めると100回超えたなと思ってるんですが、今年ちょっと上回りそうなペースで1週間に4回とかそんな感じで全国飛び回ってます。とまあありがたいですね。本当にこういろんなところでやっぱブランドとかブランディングやってかないとっていう方たちが増えてきて、いいもの作ってるしいいサービスがあるんだけどやっぱ発信の仕方がわからない、誰にどうやってっていうことと、こうブランドってなんか耳ではわかるんだけど実際第一歩何やっていいかわからないっていう方たちが、あの皆さん本当に真剣な眼差しで勉強会や講演に来ていただけるんで嬉しいなと思ってます。と6月に入ってですね、5月に行ったトルネードブランディングも本当にこういい成果が出たということで、皆様が今ちょうど宿題の真っ最中です。トルネードブランディングは僕らの会社がと名古屋でまずはやっていこうということで、この10年間こうブランディングやるときに社長一人で悩んでては答えが出ないから社員さんを巻き込んでブランドやりましょうねって言い続けてきました。ですから社員さんと2人で研修を受けるっていうスタイルの勉強会を作りたいなと思ってまして、そちらを開催させていただきました。本当に第1回目の勉強会ではこう皆さんがですねとワークの時間にけんけんがくがくとですね自分たちの会社の約束誰にやるんだっていうことを話し合ってる姿を見て、で最後には本当なんかこうほっとした顔とやるぞっていう意気込みがですねすごく感じてきて、はあ、やっぱり今日やってよかったなと思いました。このようにですね地域の元気を作りたい、そう思って今日も明日も全国を奔走していきたいと思います。とぜひ僕の日々のこの活動というものは Facebook でリアルタイムに発信しています。そちらもチェックしてみてください。また会社のホームページなんかもね今リニューアルして面白い感じできてますので見てくださいね。さあこの後お知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオにお迎えいたします。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、
富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さてここからは地域を元気にするゲストをお迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ39回目のゲストは、名古屋、金沢、仙台、岐阜、東京でライフスタイルショップを6店舗展開するリアルスタイル株式会社の鶴田博さんをお迎えします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。鶴田さんとは、まあ、本当に出会って10年ですかね。10年。そうですね。ですね。一昔ですね。いや僕材木屋時代に、まあ、鶴さんのお店は、会社はもう何年でしたっけ。15年ですね。15年ですよね、だから材木屋時代にやっぱ家具をやった時に、名古屋でいろいろインテリアの雑誌とかね、全国の雑誌見てても名古屋にかっこいいインテリアショップあるなと思って営業に行ったんですよね。まあでもその時に天津さんとちょっとお話をするわけではなくて、出会ったのは10年前の3月。そうですね、はい、しっかりと会話を交わして出会ったのは3月ですよね。そうですね、東京ミッドタウンで、そうですね、六本木、ちょうどサムライ日本プロジェクト立ち上げということで、鶴田さんがその時に、まあ、リアルスタイルはリアルスタイルで今展開をしてますが、メイドインジャパンプロジェクト、そうですね、最初の NPO の代表をさせていただいて、はい、僕の友人がその自家版日本の経営をする株式会社の方のメイドインジャパンプロジェクトというところで、そちらのこけら落としの最初のプロモーションが安藤さんにお任せしたということですよね。そうでしたね、でもまあ本当にその時からすごくこう日本のものづくりっていうものを応援しようっていうことで、その活動もそうですし、そうです、僕ら今老舗だと言ってます、はい、やっぱこの日本のものづくりを活性化させようという、みんなで集まってする運動体は、はい、僕らがかなり初期の頃だったんじゃないかなと。今はいろんなプロジェクトが最近出てるんですよ。そうですね、そうですね、そういう意味では、先駆け的に我々はもうやってきてるっていう、それもショップを作り、そこで日本のものをどんどん流通させる仕組みも作りながら、地域の事業者さん、デザイナーさん、流通業者さんのネットワークを作ってという活動を10年やってますよね。自職にやってまいったと。地域地域のプロジェクトでデザイナーさんと連携して物を作るっていうところまではいろんなところである中で、まあ今のリアルサイレもそうなんですけど、物を売るっていうところとちゃんとやってるっていうところはね、まあその企画は本当六本木もそれもど真ん中でっていうのはセンセーショナルでしたよね。やっぱ物を売って初めて地域にもう一回お金が返ってくるっていうところが、どうしても行政周りでやるとですね、その売り上げとか売りはちょっとそれは民間の仕事でしょということで、作るまでしかやってくれないんですよね、でもやっぱそう流通して初めて産地にお金がもう一回戻るという循環を作らない限りは、ものづくりって元気にならないんですよね。確かにね、それをまあ言ってですね、10年間やってきて、でも最近良くなったと思いますよ。確かに雑誌見てても、いろんなもの、例えば百貨店だとか、まあ、流通のいろんなお店に行っても、日本製っていうのは一つのこうちゃんとした価値を放ってますね。そうですね、やっぱそこで成功してる人たちは今もう海外販路の方で、かなり成功してる企業もどんどん出てきてますよね。まあ、そんな出会いとしては、まあ、リアルスタイルっていうところ僕は知っていたんですが、本当にこう仲良くなったのはそのこけら落としの時にいろいろお話をさせてもらったところからだったんですが、そもそも鶴田さんは、まあ、15年前リアルスタイルを立ち上げてるんですが、その前っていうのはどっかの家具屋さんで勉強してたんですか。僕はですね、建築会社竹中工務店の名義人の建築会社で修行してたんです、そこのまあ設計企画部署で建築空間までのプロデュースを、設計仕事みたいなことをさせてもらってたんです。設計師になったんですか。もともと設計もやってました。へえ。ただそれをやっている中でまた、結構著名な建築家が名古屋で住宅を作るときにそこの会社がよく請け負うんですよ、設計はまあその有名な方がやって、やってるのも自社を僕らはやってましたけど、でも日本で著名な建築家が施工するときはそこで請け負うと。でそういう仕事をいろいろ垣間見てる中で、結局設計士は特に当時ストイックな建築が流行ってる時代で、コンクリート打ちっぱなしとガラスと鉄だ、はい、シャープなキレのある空間を作るんだみたいな感じありましたね、そういう時代がね、ありましたね、
その時は特に住宅設計してるのに家具や、はい、要は調度品やテーブルウェアやもう、はい、もう要は家具ですね、はいはいはい、一切排除して竣工写真撮るんですよ。あ、ガラガラの状態で、ガラの状態で。じゃあ建築の設計士としては、まあ、ゴールはそこにあって。そこなんですよ。あ、でも住まう人たちからするとね、違いますよね、まあ、ソファーが入ってベッドが入ってそうそうそう、カーテンがないと手に触れるものに暮らすわけですよね、はい、はいはいはい。その違和感がどんどん出てきて、へで理想の事業体作りたいなと思って、うん、手に触れるものからで空間から建築ランドスケープまでやれるような業態が作れれば本当にいいなと思って、へで15年前にその理想を掲げてですね、はい、始めたんです。ほう。え、どっかでその家具屋さんの修行ってしてるんですか。家具屋さんはこのメイドインジャパンプロジェクトを一緒に立ち上げた赤瀬さんが、赤瀬木工という家具メーカーの、あー、はい、広島の2代目なんですね、はいはいはい。そこがまあショップを、アクタフショップをその1年半前にやりたいっていう時のアクタフショップの設計をご相談を乗ってて、へえ、はい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 。でそれができた時に運営したらうまくいきましてですね、うん、こういう業態を一緒にやらへんかと、やってくれへんかということで、はい、まあ、一緒に始めたんです。だからそこに修行に行きました。そういうことなんですね。でインテリアと建築までを一貫してやれる業態を作ろうと。当時はでもこんないろいろやっては無理だよなんてことはいろいろ言われました。あ、15年前っていうとまだ東京なんかでちらほらライフスタイルショップの前身的なものができてるんだけど、名古屋ではそうです、家具屋は家具屋、そうです、建築屋は建築屋っていう時代ですよね。雑貨屋は雑貨屋、雑貨屋、で雑貨とインテリアを合わせて、まあ、そういうインテリアショップってあったんですけど、うんうん、建築までやってるところは結局いまだに全国探してもあんまない、ね、確かにね、確かに確かに、それが今結構フォーカスされてですね、はい、注目されてるっていうところはあります。折れずにやり続けたっていうところもありますけども、あ、まあ、全国こう回ってって、僕ももともと材木屋ですから、建築屋さんが規模が大きくなった時に、ちょっとまあこう片手間って言っちゃいかんですけど、まあまあ雑貨屋さんやってるよとか、なんかこう建材ちょっと売ってみたりだとかってなりますけど、まあそういう初めから融合して理想の世界を作ろうっていったところが鶴田さんの始まりだったわけですね。そうですね。鶴田さんそんなことをやった15年前のちょっともっと前の話なんですが、今でこそね、なんか鶴田さんというとこうメイドインジャパンの男で日本を世界に発信だっていう感じなんですが、そもそもそういうふうじゃもう日本製が大好きで大好きで、職人が大好きで、趣味は落語とかそんな感じなんですか、そもそも。まあ、全然違いまして全然違った僕も学生時代から外国にもかぶれてまして、あ、かぶれてたんですね、はい、もう外国行ったり、やっぱ1年ぐらい向こうに住んでたこともあります。そうなんですか。一時アメリカ人になろうかなと思った時期もあって、そう、僕もそう思ってた時期ありましたよ。ですよね。グリーンカード取ろうと思ってましたよ。そうそうですよ。それでバックパッカーして世界中を回ってアフリカとか、はい、まあ、いろんなとこも行ったんですよ、はい。本当に特にアフリカ行った時にですね、はあ、はい、日本の素晴らしさ本当心から思いまして、え、なんでなんでというのは、有色民族で当時 G5 に出ているのは日本だけで、うん、あ、そういうことね。アフリカ人は日本人の神だと思ってますよ、はいはいはい、あ、リスペクトしてくれてるわけだ、すごいと、もう有色民族で車、文具、家電、はい、もうすごい魔術のようにすごいいいものを作ってて、はあ、で経済大国として5個の国家に選ばれる、はあ、すごいと。これはすごいんですよ。だからあのアフリカの学生に世界地図見て日本どこだって言わせると、はい、みんな中国指しますよ。ああ、でっかい国だと思ってるわけだ。アメリカと双璧張る国でしょう、はあ、はいはいはい、これだと。まあ、チャイナって書いてあるやろこの隣のこの島だって言うとみんなびっくりしますよ。ああ、こんな小さなところでね、まあ、確かにこう僕も仕事柄世界を結構回らせていただくと、どこに行ってもまあ車が、日本製の車があって、家電があってね、でカップラーメンがあるっていうね、すごいよねこれはね。先人たちがやっぱやっていただいたことで、先輩たちがやっていただいたことが日本というブランド作ってますよね。本当にそうです。それは今がそれをさらに
に磨いてますからね。これはこれから本当に日本さらにいけると思いますよ。 今食から世界を席巻してますけど、ものづくり、まあ、車や先端もそうですけど、これから伝統文化もどん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 見直されてる時代になってますし、例えばその、まあ、この間聞いた話なんですけど、はい、デンマークがすごい今デザインとかすごい今世界一だみたいな感じにされてますけど、はい、デンマークの元は150年前の日本なんですよね。へえ、そうなんですか。何にもなかったそのデンマークっていうのは農業法で何にもなかったのを国策として世界中に使節団を送って、はいで、はい、そこで出会ったのが鎖国している日本だったんですよ。へえ。日本はやっぱ素晴らしい陶磁器から木製品から紙からすごいものがあって職人さんたちが、これを全部、はい、当時あのゴッホとかも浮世絵とかみんな真似してたんですよ。あ、はいはい、そういう時代ですよ。もう江戸のすごい文化が日本にはあって、はい、これを全部持ってくるしかないって大量な使節団を送ってですね。へえ。それは何で分かったというと、今3年にわたってデンマーク国立美術館で日本展やってるんですよ、はい、ああそうなんですか。へ、国立美術館でなんで日本展を3年もやれるんだみたいな、はいはいはい、普通はね、あの3ヶ月4ヶ月とかいうスパンなのに、うん、というのはそのぐらいの貯蔵品があるんです。あるんだ、その当時に持ち帰ったものが。そうです。ですから今でもそのロイヤルコペンハーゲンは有田焼の、うん、ああ言いますねそれは、とかこれ言いますけど、はい、伊勢型紙の典型がああいう、まあ、マリメッコはフィンランドですけど、そういうような典型につながってる着物の柄ですね。へえ。木工技術もそうです、すごいですね。すごいんです日本っていうのは。あ、まあでもなんかこうやっぱり海外をこう見て、いろんなものを見た結果やっぱ気づくことってありますよね。だからそういったところでやっぱりこう日本の良さ、あと海外は海外でね、やっぱそれがこう成熟して、イタリアなんかもね年2回はまず行かれてますもんね、まあ、イタリアのミラノではまあ世界一のデザインのイベントですよね、うんうんうん、車もアパレルも家具もみんなもう世界の先端のデザイナーがこう集まって集まって、はい、もうすごいですね。うちも毎年最近は社員を連れていくんですけど。ああ、そうなんですか。本当感動してますみんな。へえ。僕ら何回も毎年行くもんですからね、はい、だんだんね当たり前になってきて、トレンドをチェックしに行くだけみたいな感じになりますけど、はい、規模がすごいのと、僕もちょっとね昔材木屋前に2回行ったことあるけど、あと街中がこう期間中こう楽しいですよね。そうですね、うん、すごくやっぱデザインっていうものがこう国に入り込んでるというか、そうです、ね、密接になんかこうつながってるというか、街中ですね、はい、もう1週間歩き回っても全部回れないですからね、半分ぐらいしか回れないですからね。またでもインテリアの提案のレベルの高さが、はい、まあ僕ら業界人にしてみたら本当は頭叩かれた感じしますもんね最初行くと。まあでもやっぱそういったところで今でもそういったものを見て、今社員さんなんかも連れてやっていくということで、そんなリアルスタイルは今名古屋で大津通りの東別院にあの建物かっこいいですよね。あそこは大正時代の建物ですか。大正13年で今92年だったかな、あの頃の鉄筋建築、鉄筋コンクリートですよね、建築をリノベーションした本店があって、そして名古屋もう一軒、もう一軒は郊外に、郊外にあってあるんですけど、カフェと併設したちょっとそこも庭をちゃんと作ってる、うんうんうん、木がいっぱい生えてるようなお店なんですけども、はい、まあ、そういった名古屋があって、仙台もやっぱり名古屋の本店のように、うん、昭和11年に建てられた仙台では有名な RC の2番目に古いのかな、仙台市内。あ、そうなんですか、あの店舗。そうなんです。それと出会ったんで、あそこももう12年になるんですよ。あ、そうなんですか。あれが2号店なんですか。2号店です。へえ。で3号店が名古屋の天白で、で4号店が金沢ですね。あ、金沢。そして今はそのリアルスタイルっていう業態以外に、あと岐阜県の、はい、まあ、メイドインジャパンプロジェクトの活動をいろんな地域でやってまして、うん、特に岐阜県っていうのは、うんうん、その電産品の方向なんですね、はいはい、うん、電産品だけでライフスタイルショップができちゃうような七大産業という素晴らしい伝統工芸品でありまして、で まあ、そういうメイドインジャパンプロジェクトの活動でいろいろ見染められてっていうかですね、ぜひやってほしいということで、岐阜県産品ショップを岐阜駅の中で100坪ぐらいのお店をやっていると、ギフトショップっていう店ですか。ギフトショップですね、はい、刃物から和紙から陶磁器から家具、ですね、あと食品、うん、お酒は、岐阜県の52蔵全ての蔵のお酒を扱ってるという。すごいすごい、
お酒の販売までやっちゃうってことなんですね。やっぱり食品、お酒と酒器っていうものですね、はい、そかそか、はい、これを合わせながら、はい、またダチの丼と高山ラーメンと合わせながら、素晴らしい、こういう見せ方をしてですね、そこにテーブルがあり、はい、インテリアも存在していくというような見せ方をしながら販売をさせてもらって、ここももう3年で本当に多くの岐阜県民の方に支えられながら、健全にやらさせていただいて、ありがたく思っております。なんか岐阜県のショップなんか見てると、本当にこう岐阜の方が自分たちの県の良さを再発見するんでしょうね、あれってね。そうですね、すごくこう見せ方も、まあ本当今時というかね、モダンな感じで見せて、でも日頃実はあるものだったり、そうです、そうです、うん、お土産で、他の店でも売ってたりするんですけど、ね、ですよね、だからその先ほどのなんか食品と器とか、それを食べるテーブルとか、それを本当に掴む箸だったりだとか、そのやっぱ組み合わせってすごく重要なんですよね。重要ですね、なんか日本人ってやっぱりこう、僕も材木屋で建材を海外から仕入れてる時に、例えば照明だったりだとか、なんかモールディングだったりだとか、割合こう海外ってこう文化がそういう建築文化の中で、まあ、ある意味日本人の余分なものっていうようなところに、ちゃんとそういうこう気を配っていくってところありますよね、海外はね。はい、やっぱ何が違うかっていうと、はい、やっぱ日本も古来はやってたんですけど、家に人を招くっていう行為が最近欠落してるんですよ。あ、はい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 、日本も古来はやってましたよね、みんな行事は自分の家で和室でやったりとか、応接間があってお客さん呼んでましたけど、はいはい、ヨーロッパはそれを今もちゃんとずっとやってるっていうだけですよ。だから友達やいろんな仲間が来て、まあ、イタリアなんかは結婚披露宴も最初の新居でやるんですよ、はい、へー、そうなんだ、教会であげて披露宴をやるから、いい、ああいう家具が伸びたんです。へー、真似てやってたと。だからそういう、今もヨーロッパなんかだとみんなちょっとご飯食べよう飲もうっていう時は家でやるんですよね。はー、本当嘘かなと思うんですよ。いい椅子買ったから座りに来てよと。あー、やるわけだ。こんなことやってるんですよ、真顔で。いや確かに建材 の、あの玄関ドアを輸入した時に、向こうって内開きなんですよね。そうそうですね、日本って外開きなんですよね、迎え入れるから内開きなんだって思い出しました。そうなんです。それがね、日本はどうも最近欠落しちゃってて、どうしてもそのいい照明だとか、さっきのモーディングだとか、家具とか調度品とか、もうなかなか家に必要なくなっちゃったんですよ。人来ないから、人来ないからね、寝るだけみたいな、はいはいはい、そういう行動原理をちょっとね、僕ら戻していきたいなということで、いろんなネットワークも使ってですね、今度実は十五夜のお月見にそんなプロモーションを仕掛けようと、へえ、十五夜はみんなの人を招いて、はいはい、みんなでお月見パーティーやろうよとか、ね、日本古来の、日本古来の、はい、そんなことから仕掛けて、まあ、お正月もみんな、ね、集まらなくなっちゃいましたし、はいはいはい、そういう日本の風祭時期っていうか、それに合わせてですね、招いてホームパーティーと、ああいいですね、いうようなことをすれば、もうちょっといい家具とか住まい方のね、はい、またリノベーションって一言に言っても、テーブルウェア、要は食器変えるだけでもものすごい豊かになるんですよね。ああ確かに確かに、そんなことから始めませんかみたいなところをですね、へえ、やっていきたいなと。いやでもそういったことを発信し続けてる鶴田さんなんですが、まあ、直近で言うと、そういったものから東京にね進出されて、これが吉祥寺ですね。吉祥寺です。かっこいい。やっぱ日本で一番住みたい街っていうことで、まあ、なんか人のこれもご縁があってですね、うんうんうん、吉祥寺に出せることになったんですけども、3月17日にオープンしまして、はい、そこではインテリアや食品、まあ、器やそんなものは元よりですね、一つはコムデギャルソンを中心としたアパレル、ああ服も売ってんだ、売ってまして、まあ、僕らがセレクトするのはそういうアパレルでも近所に来てある日常を上質にしようみたいな切り口でアパレルもやってまして、あと本ですね、本をユトレヒトさんっていう、あの渋谷 の、 あの本をセレクトすると本当素晴らしいんですけど、そこと組んでですね、はい、それを見ると生活を豊かにしたくなっちゃうような本をセレクトしてもらって、その本も販売をしてですね、あ、そうですか。それからその本を見ながら家を改装したくなるような、はあ、そんなしつらえのコーナーも作ってですね、そこには
あの大積み書きの壁だとか、はい、斉藤丈太郎さんの西陣織のクロスを使おうとか、はい、で輪島塗りの壁に漆のモルディングをつけようとか、はあ、そんなものも提案しながら、はい、いい上質なリノベをやろうと、ぜひやりましょうということで、まあ、そういう小売りのショップなんですけど、はい、リノベーションまで商品にして販売しようという取り組みをしております。面白いですね。でもね、なんかこう、やっぱりどうしても今って特化してってしまうというか、まあ、専門的になっていく、まあ、特に東京なんかだと、まあ、人が多いからっていうところで、だけどやっぱりこう人の目線で言ったら暮らし方ですよね、今本当小売事情は両極端ですよね、はいはい、だから特化して、それロンドンなんかすごいんですけど、はい、あ、そうなんですか。もうほんと深掘りした店があるんですね。うん、お茶っていうキーワードで、お茶の器から抹茶から紅茶から全てのお茶が置いてあると、その食数全ての器があるとかですね、かなり深掘りしたショップがあります。もう一つは今度広くですね、あのイータリーみたいに食材から器から音楽から全て本からやってるような、楽器まで売ってますもんね。あ、そうなんですか。楽器もやらない感じですよね。楽器もまあでもなんか結構なんかメディアでね、今、あの東京のお店が話題になってるっていうので、あのすごくね、いろんなところに取り上げられてますけど、なんかそういうこう新しいんですか、そういったことが。やっぱ僕、そうですね、僕らがその吉祥寺でやってる展開はやっぱことですよね、そのリノベっていう、はいはい、うんうん、ものを仕入れてものを売るっていう行為がやっぱここでも行き詰まってきたんですよ。もう、あ、もう成熟しちゃって、ただ単にものを売るだけっていうのが、はい、だからやっぱりこととかサービスとか、そういうものをどれだけ小売店で売れるかっていうところを今必死になって先端の連中は探してるんですね。はあ、それで今回、まあ、うちがそれをやったことで、流通業界は結構注目をいただいてるのかなと。まだまだ結果が出てませんので、この、半年1年の中で結果を出して、こういう展開がさらに広げていければなと思って、あのスタッフ一同頑張ってるところですけども。でもなんかあの今のお話聞いてて、僕もちょっとこうね、岡崎製材に家具を作ったり、ね、ライフスタイルインテリアってこう大好きな分野なんですけど、鶴さんやっぱ本気ですよね。あの服がコムディギャルソンだったりだとか、本のセレクトだったりだとか、結構そこら辺がなんとなくこう、例えばエプロンが置いてあるとか、なんとなくこう建築雑誌が置いてあるとかっていうところあるんだけど、やっぱそこが本気さがあると、やっぱそこって上質になりますよね。そうですね、やっぱお金の使い方もそれは、まあ、そのファストな安い安価のものに流れちゃってますけど、うんうん、はい、でもプライオリティでちょっとお金の使い方変えれば、うんうん、もっともっと豊かになると思うんですよね、はい、そのきっかけがやっぱり僕らはその家に招くっていうことを、プライオリティを変えるキーワードにしていきたいなというのは思って、はい、こう日本人の今感覚っていうのが激変してる時代じゃないですか、まあ、あの環境も変わってきてますし、まあ、育ち方も変わってきているんで、まあ、そういった意味ではなんか家で、ね、ご飯を食べるっていうことが注目されて、まあ、これもいろんなことで注目されてますけど、そういった中でのね、やっぱり家でのパーティーっていうのはちょっとなんか行きそうですね。そうそうそう、僕ら最近やってるんですよ、うん、結構インテリアショップ仲間で、これはね結構いいっすよ。みんな持ち寄ってくるんですけど、なんか落ち着くんですね、うん、もう寝ちゃってもいいですからね。あ、止まっちゃうと止まっちゃう。まあでもなんか Facebook 見ててもなんか確かにそうですね、この後なんかパーティーやってるよみたいなのが増えてるから、あ、そうすか、来てるかもしれませんね。いいかもしれない。そうするちょっとね、仕掛けてますね。ちょっといいもの持ちたくなるんですよ。まあその時にはぜひリアルサイミということで、まあ、最後にですね、鶴さんの今後の夢っていうものを聞きたいなと思うんですが、はい、そんな行動原理からもっともっと日本の暮らしを上質にしたいっていうのは、まあ前から思ってます。それ夢なんですけど、もう一つは海外に日本のこのライフスタイルを、特にアジアを、うん、東南アジアを中心にもっともっと訴求して、我々が自らバンコクやシンガポールやというところにショップも出して訴求できるようになっていければなと、そんな風に思って頑張っていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、アンドリュージのブランドプロミス39回目のゲストはリアルスタイル株式会社の鶴田博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アンドリュージのブランドプロミス、ブランドプロミス。小さな三角形から始まる無限の可能性、それがモザイクタイル浅野派です。
あらゆる生活空間を多彩に彩る麻の葉の模様。自由に楽しく思いのままに、モザイクタイル麻の葉だからできることがあります。タイルをアートに、名古屋モザイク工業です。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。さあ、安藤隆二のブランドプロミス39回目のオンエアはいかがだったでしょうか。なんか僕も10年間お付き合いさせていただいていて、ある意味公私混同で食事をしたり、誕生日会っていうのを僕やってまして、あの仲のいい誕生日会では先輩も来ていただいて仲良くさせてもらってる仲間でもあるんですね。でもあの本当にこうその中でもいつも一貫してやっぱり暮らし方とか、あのそういったものを僕らにもいろんなことを教えていただいてる先輩ですし、やっぱり今日本っていろんなものが溢れて、でちょっとそれがこう収縮してるのかななんていう感じもしますんで、選ぶっていうことが今できるような時代になったんじゃないかなと思いますし、そういった時にやっぱ相談できる相手っていうのがやっぱりリアルサルさんみたいな店なのかなと思いました。また僕もちょっと休日にはお店にお邪魔して相談してみようかなって思いました。とさて、僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。それではここまでのお相手は株式会社ディリアルのブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二、ブランドプロミス。ブランドプロミス。